アロ新聞王、独立感言新看世界、展望、新中華。カジノに乗客を案内する、いわゆるジャンケット事業を手掛けるトップ企業、サンシティグループホールディングスのアルビン・チャウ CEO の逮捕は波紋を広げています。アメリカ政府から中共代理人とされる香港政党日報は。 アルビンチャウの逮捕は、雲州公安局によって行われたが、この作戦の背後には、中央政法委員会の影があるようで、マカオ警察も積極的に協力していると報じています。11月19日、中共和王将校誌を警察部門である中共公安部党委員会トップの初期に起用しました。現在、公安全体が彼の指揮下にあります。 2017年に中共がスイスの銀行口座情報を共有する枠組みに参加した後マカオが新規加盟国に加えられマカオのカジノが中共の権力者や富裕層によるマネーロンダリングの巣屈とされてきました中共は2022年6月にライセンスが執行する6つのカジノに対してすでに新たな監視管理を開始しています マカオ政府は、査定の参考として、業界に意見を問い求めています。中国人民政治協商会議の委員、財政部財政科学研究所の加工所長は、2019年8月3日に、こういうコンテンツをシェアしました。 スイスの銀行が2019年4月17日に公開した資料によると、100人余りの中国人が UBS グループに7.8兆元の預金をしており、1人当たりの平均預金額は780億元である。UBS が口座保有者の名前を公表していないにもかかわらず、ウィキリークスは、中共幹部が UBS に約5000の口座を持ち、7割近くが中央レベルの幹部であることを明らかにしています。